不老不死の霊槍を求め冥界に至った。王でも英雄でもなく、一人の男として行った唯一にして最大の旅。長い、自身の寿命より長い旅を終え、ついに霊槍を手に入れた。それは凄まじいまでの達成感と充実、喜び、生きる意味を知ったと言ってもよい。だが、霊槍を持ち帰る最後の一日、国に帰る前に見栄を張ろうと水浴びをした。その隙を突かれ、ただの蛇目に霊槍を奪われたのだ。命の充実も生の喜びも、これより続く栄光も、全てが一瞬に消え去った。だが、男の口から漏れたものは怒りの声ではなかった。笑いだ。本当にとてつもなく愉快になって笑ったのだ。一生をかけて獲得し、これを失い、全てを失いながらも、まだ明日を見る傲岸な人間の姿がたまらなくおかしくてな。まさに笑い話だ。死の間際になってようやく人の世を知ったのだから。人間とは無限に成長するもの。それは寿命を迎える一秒前であろうとも変わらぬ。最後まで心の在り方は積み重なっていく。人の歴史とはそのようなもの。顔を上げよ藤丸律香。たとえ貴様がこの時代で己が無力を嘆いたとしても、俺が認めよう。お前こそが必要なものだったと。この先どれほどの窮地が待っていようと、お前はただそこに立つだけで正しいのだ。